皆さん、こんにちは、ジュゴンです。ということで、今回もウィニングレブン2021の動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで、今回は今週の週間 FP レベル1の比較をやっていきたいと思います。はい、えー、今回はハットトリック3名含むフォワード陣の合格差がね、えー、注目ポイントになっています。まあ、目玉は左っきのね、ラインブレーカーの選手がかなり強くなっているので、そちらが目玉でしょうかね。はい、えー、ということで、今回も早速、レベル1の比較やっていきたいと思います。 はい、えー。まずはクリスティアーノ・ロナウド行きましょう。今回なんと9回目ということで単独で一番出ている FP になりましたね。えー、今回トップ強化、ドリブル、グランダーパス、ボディコンとなっています。まあ、説明不要の最高のフォワードです。得点力、パス、足元、スピード、フィジカルと、ディフェンス能力以外のレベルが高いフォワードで、まあ、アイコニックがいても A になるシューがあるというのが FP のね、えー、強みですよね。 コア7に逆足高くてスキルも良くて適性も広い。まあ、欠点を上げる方が難しいですね。で、過去のものと比べると今回2番目の強さなんですけど、まあ、特に過去の習慣と比べると差はわずかということで、まあ、これは乗り換えなしで OK かなというところですね。 はいえ。続いて、ルイス・アル・ベルト行きましょう。こちらは4回目の登場です。今回はトップ強化は両方のパスと決定力、こちらになっています。まあ、足元パスの高いナンバー10持ちで、まあ、コンアン7、スキルもいいところですね。ダブルタッチ、ミドルシュート、ワンパス、ルーパス、適正の広さなんかもかなりいいところです。ナンバー10が消せる CF での起用もね、可能になっています。まあ、気になるところで言えば、得点力、スピード、フィジカル、このあたりがもう少し高いと、まあ、使用頻度なんかはアップしそうですかね。で、過去のものと比べると、前回週間と比べてもプラス1多いです。 ま基本的には過去1ということで乗り換え良しで OK だと思いますはい、えー、続いてミュラー行きましょうミュラーは6回目ですね今回オフェンスセンスとこちらもパス両方がトップ強化になっています元祖デコイランスパサブといえばミュラーですね、まあ、相変わらずカンストのオフェンスセンスに高いパスなんかが魅力で今回トップ強化になってますねスピードフィジカル足元とバランスの良い能力も強みになりますまあ適性の広さ後半含めてライブアップデートの安定なんかもねかなり強みの選手ですまあスキルもシュート系中心にチェーシングなんかしっかり持っています しまあ、スキルなんかもね揃っているのもいいですよねで過去のものと比べると cs さんからは少し変わったくらいなんですけどまあ今回トップ許可のパスなんかは魅力的ですしまあ、基本的には乗り換えたいところですかねそして持っていない方は当てたいところです はい。え、続いてナバス行きましょう。ナバスは2回目の登場ですね。え、今回、オフェンス、センス、ドリブル、フライパス、こちらがトップ強化になっています。こちらの選手は中型アップデートで大幅強化されたサイドバックということで、2度目の登場ですね。スピード、スタミナとサイドバックに必要なところをしっかり高く持っていて、まあ、クロスアー持ちという貴重なプレイスタイルに、フライパスが95、プラスピンポイントクロス持ちということで、ここからね、得点を狙えそうですね。ただ、ディフェンスの能力とかフィジカルを考えると、サイドバックとしては物足りないかもしれませんね。クロサーが発動する サイドハーフの起用が安定しそうですかね。まあ、逆足が1ということで、右サイドの方がいいかなと思ってます。今回新たにバックスピンロブこちらが追加になっています。で、前回の CS と比べると、ま、フライパスがプラス16など、かなりのね、上昇されてますし、迷う暇もなく乗り換え安定ですね。ちなみにスキルに関しては、ピンポイントクロス、中型アップデートで追加になっていたので、ま、CS は持っていないという形になります。 はいえ。続いて、オスピナ行きましょう。オスピナは GK センスクリアリング、コラプシング、こちらがトップ強化になっています。今回2回目ですね。ゴールキーパー能力で言うと、5つ中4つが97を超えてくるゴールキーパーですね。 コアン6に低弾道パント持ちというのはいいところです。まあ、ただ身長183センチとゴールキーパーの中でも小柄な身長なので、ここは気をつけて使いたいところです。まあ、小柄なゴールキーパーには特殊 AI とかあればいいんですけどね。まあ、前回のクラブセレクションと比べると GK 能力含めて多くがプラスになっていて、ま、コアンもプラス1の6になっているということで、これまた乗り換え安定で OK だと思います。 はい、えー。続いて、ストーンズ行きましょう。ストーンズは3回目ですね。今回、グランダーパス決定力、ボールダッシュ、こちらがトップ強化になっています。まあ、ストーンズの魅力で言うと足元の高さですね。この安定した足元パス、特に今回、グランダーパスは94と、センターバックではかなり異常値なので、まあ、ビルドアップなんかもね、頼もしくなりましたね。 ディフェンスの能力すべて90超えですし、まあフィジカルが89と90乗っていないので、まあ右サイドバック推奨なんですけど、まあスピード85と割と高めのスピードなんかもありますし、右サイドバックでも十分通用しそうです。まあコアン5ということでライブアップデートを乗せた状態で、あとはスキル4つということで、今回ワンタッチシュートは追加になりましたが、まあ可愛らしい追加ですね。まあマークとかワンパなんかが追加できるといいのかなと思います。特にパスの能力の高さがあるので、ワンパなんかが付けられるとさらにビルドアップ楽かもですね。 で、過去のものと比べるとちょっと難しいんですけど、まあ今回が最強かなとは思うんですけど、乗り換えるほど差があるっていうわけではないので、まあ、育成に余裕があれば程度で考えていただくといいと思います。 はい。えー、続いて、ティアニー行きましょう。ティアニーは3回目ですね。今回、ドリブル、グランダーパス、瞬発力、こちらがトップ強化になっています。抜群のスピード、スタミナが武器のサイドバックで、足元、パスも非常に高く、安定感は光りますね。まあ、フィジカル81など、いいところもあるんですけど、まあ、ディフェンスの能力がもう少しあると良かったですかね。まあ、アプリでは、ティアニーみたいな選手は輝くと思いますし、まあ、ちょっと PS4 だと作品に合っていないのかなというところはありますかね。まあ、ただ、スキル追加次第でまた評価は変えられるので、まあ、インターセプトとか、マンマークとか、この辺を個人的にはしっかり つけてあげるといいのかなと思いますで、過去と比べるとまた難問来たなって感じなんですけどまあ、どちらかというと攻撃的に行くなら今回ですかねまあ、ティアニーの役割次第で変わりますかね守備に重点を置くっていう方であれば cs1 でも ok なのかなと思います はいえ。続いて初 FP 界イヘアナチョ行きましょう。今週の目玉選手ですし、まあ、予想動画でも言いましたが、かなり注目にされてましたからね。え今回、オフェンスセンス決定力、瞬発力、こちらがトップ強化になっています。高い得点能力にスピードもあって、特に足元の高さ90に迫るものもあって、まあ、フィジカルボディコンは両方で、パスなんかも80超えていて、あとは身長ですね。高さなんかもある左利きでスルーパスを持っているという、 かなりの特徴がありますよね。まあ、差別化要素は十分にあると思います。まあ、適正の広さもね、地味なんですけど広いということで、ここもいいですよね。スキル自体は6個となっていて、今回ミドルシュートが追加になっています。さらにスキル追加次第でね、化けると思うので、スパサブ、ダブルタッチ、ワンパー。 この辺りの優秀スキルがつけば間違いなくラインブレーカー最高格とね、張り合えると思います。まあ、コアンが6っていうのもいいですよね。まあ、最近出た若手のラインブレーカーはコアン4とか5とかが多かったので、この6っていうのは嬉しいところです。まあ、強いて欠点上げるとするならば逆足頻度が1ということで、まあ、すでに左足を意識しないといけないっていうのがちょっと苦しいところですかね。 はい。え、続いてペペ行きましょう。ペペ2回目の登場です。今回ヘディングディフェンスセンス、アグレッシブネス、こちらがトップ強化です。37歳の大ベテランセンターバックで、ディフェンスの能力95へだったりとか、特にハードプレスとアグレッシブネス98、この相性はいいんじゃないかなと思ってます。スピード80乗せていたりとか、まあ、フィジカルなんかも高くて、右サイドバックの適性あって、コ案ンが7、優秀ですね。スキルも完璧ということで、魅力詰まってますね。ただスタミナ管理がちょっと難しそうで、78のスタミナってあまり見たことないんですけど、 ま最近出てきた CS のチアゴシーバーよりも低いということで、ここはちょっと気にした方がいいと思います。前回のナショナルセレクションと比べると、まあスタミナは下がったものの、他のものは全てアップということで、これは全員一致の乗り換えでいいのかなと思います。 はい。えー、続いてパシャリッチ行きましょう。こちらは2回目の登場。今回オフェンスセンス決定力、スタミナ、トップ強化になっています。高さのある2列目からの飛び出し持ちで、フィジカル90と体の強さが特徴です。スタミナ95と1試合走りきれるスタミナに、足元パス、逆足が44、左足でもボールを扱えて正確なシュートパスができるのはかなり最高ですね。バランス感なんかはいいんですけど、スピードなんかがもう少しあるとさらに良かったですかね。今回スキル追加で今果と闘争心、こちらの2つが追加になっています。 まだスキル追加枠残しているということで、やはりスルーパスですかね。この辺りが追加できるといいかなと思います。他スキルで言うとワンパやチェーシングなんかを持っていて、特に2列目からの飛び出しでチェーシング持っているというのは結構珍しいですし、これはクライフとかハフェルツとかミリンコビッチ・サビッチとか、その辺りの選手は持っていないスキルなので、まあその辺は差別化できそうですね。 で、前回の習慣と比べると能力4つの項目が上下してるんですけど、まあ、スキルに関しては前回はスルーパス含む3つがあったということで、まあ、これはスキルの差でそのままでも OK なのかなと思います。 はい。ということで、今回の動画最後、ブラホビッチ行きましょう。初 FP 化ですね。こちらもハットトリック選手です。今回、オフェンスセンス決定力、カーブ、トップ強化になっています。身長190センチの20歳の大型ラインブレーカーですね。オフェンスセンス95など、高い得点能力に、フィジカルが97と体の強さもあるラインブレーカーで、まあ、スピードもそこそこなんですけど、足元の高さはなかなか高いんですね。あとは、イヘアナチュと同じ左利きなんですけど、逆足の高さなんかはあります。まあ、コンアンが5だったりするので、 ライブアップデートなんかも気になるところなんですけど、で、一番気になるところで言うとスキルですね。今回カーブの上昇があったので、根下つくと思ったんですけど、根下はつかないという謎のスキル追加なしということで、まあ、ワンタッチシュートのみということで、まあ、スパサブというスキル追加の選択肢がいいのかなと思います。ということで、当てた方はスパサブぜひ狙ってほしいですね。 はい。ということで、今回は今週の週刊 FP のレビューの紹介やっていきました。いかがだったでしょうかまあ、今回、金以下の選手がいなかったのは大きいですし、まあ、左利き若手ラインブレーカーが目玉ということで、特に同じ左利きのラインブレーカー、イサックの FP 当てれなかったっていう方は、引いてスキル追加をしてあげて使いたいところですね。あとは、ロナウドとかミュラー持っていないという方は、今回比較的強いバージョンになっているので、当てておきましょう。 こちらのチャンネルでは FP だったりとかアイコニックの比較なんかもやってますのでチャンネル登録まだの方は良ければチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。